はい、こんにちは。以前の動画がですね、大変好評で、まあみんな、やっぱりフルシアンテの足元は気になってるんだなっていう。当たり前か。たくさんコメントもいただいたりして、まあできる限りね、返信をしていっているわけですけど、本当にありがとうございます。見ていただいてね。で、なんと、登録者が1000人を超えました。ありがとうございます。すごい嬉しいですね。だいたいいつだろうな、2020年かな、20年の1月頃から動画を出し始めて、まあ2年と2、3ヶ月かな、かかりましたけど、ようやく1000人を超えることができましたね。僕の目標では1万人なんですよ。で、あと9000人ぐらいね、登録していただいたら、夢が達成しますので、ぜひよろしくお願いします。引き続きね、僕のチャンネルではね、基本的には機材の話だったりとか、フルシアンテに関わらずね、たくさん投稿していってますんで、今後もいろんな機材ね、投稿していったり、まあフルシアンテが好きなんで、フルシアンテの機材をね、深掘りしていくような動画も多くなるとは思いますけどね、ぜひ、まあ見ていただけたらなと思います。で、以前上げた動画から、また数日経っていますんで、情報が更新されてまして、そこでまた分かってきたこと、皆さんもね、知ってるかもしれないんですけど、そのあたりをちょっとギュッとまとめて、また包み隠さずね、また公開していけたらなと思います。ちょっとわかりやすくね、なるべく動画内にこう画像を貼り付けて説明していけたらなと思いますので、まあ、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。ではですね、行くんですけど、その前に皆さんこれ気づきましたかね？こちらの画像をまずちょっと見てほしいんですけど、こちらですね。これはロサンゼルスでのライブがありまして、そのライブ映像が、まあ、どんどんね、YouTube に上がってきている状況で、それを僕もね、拝見させていただいて、結構フルのまま、こう、カメラをずっとね、回し続けている動画があったんですよ。最初から最後まで一部始終見れるわけですよね、そのライブの。そこをね、ちょっと細かく見ていたところ、これちょっと見てほしいのが、これちょっと見えづらいんですけど、ギターテックがフルシアンテにストラトをパスしている映像を一部切り取ったところなんですけど、これ、ここにストラトがあります。これですね。ちょっと見づらいんですけどね。で、このストラト、これ62年製の、メインのストラトなんですけど、ここ白く映ってるじゃないですか。これバックパネルですよね。これ珍しくないですかね。フルシアンテ今まで追っかけてきた人ならわかると思うんですけど、バックパネルは外してたんですよ。ただ、今回はつけているというところで、この62年製と、あとこちらの写真ちょっと見せますね。はい。これは、ヘイ。っていう曲をのソロですねの部分を横から撮影した動画、短い動画なんですけど、そこもちらっと見えるのがここですね。これも、バックパネルをつけている。なので、まあ、この62年製と63年製のこれストラトなんですけど、62年製と63年製のストラトに関してはバックパネルをつけてるんですよね、今回。これはね、今までのフルシアンティにはなかったところなんで、まあ、あえてもちろんバックパネルをつけることにしたんだろうと思います。これはすごい変更点かなと思いますよね。で、あともう一個こちら、これはブラックサマーでのワンシーンなんですけど、アームがないんですよね、このギターに関しては。フェスタレッド、おそらく半音下げにしているんじゃないかなっていうところと、アームを取り払っている、そこがね、ちょっと面白いなぁとは思いましたね。なんででしょうね。まあ、フェスタレッドのストラトに関しては、まあ、今後はこういう使い方をしていくのかもしれないですね。はい。そして、アンプに関してですね。アンプは前回僕が、ジュビリーに何か異常があって、この JNP を使い始めたんじゃないか、みたいなことを言ったんですけど、ここにこういう写真があります。はい。これ、ステージの裏の写真になってるんですけど、ここにジュビリーが待機してるんですよ。おそらく、ジュビリーがバックアップのアンプに変わった。なので、JNP をもうメインとして使っていくんじゃないか、というところですね。さあ、そしてペダル行きましょうか。前回ね、もう明確になっているところはちょっとバスッと省こうかなとは思うんですけど、基本的には、ね、DF2 があったり、バリアックファズがあったり、もしかしたらエクストーションがあるとかね、そういう話で終わってたかなと思います。で、MXR のペダルがすごく増えてて、これなんだろうって言ってたものが、またいくつかあったんですけど、そこでまず確定しているもの、からちょっと先に説明しようかなと思います。まずこの写真見てほしいんですよ。はい。これ、すごい写真ですよね。これって、ペダルが、まあ、下段と上段で分かれていて、上段は開閉式になってるんですよね。で、おそらくこの下にパワーサプライが置いてあったりとかするんじゃないかなとは思うんですけど、で、まあ、それを何かギターテックが
ね、調整しているような、写真ですね。これね、ライブが始まる前なのか終わった後なのかちょっとわからないんですけど、でここにバッチリ写ってますよね。これじゃないかって言ってたペダルが、まずカーボンコピーね、これは正解でした。そしてリバーブじゃないかなって言ってたところ、これエコープレックスっていうね、これジムダンロップかな MXR かなどっちかわかんないけど、エコープレックスというペダルになってますね。そして、フランジャー、フランジャーは正解でしたね。でフェーズ90と、ダイナコンプという流れだったんですね。ここはもう確実にバッチリ映ってるので、ここはもう揺るぎないかなと思います。そして、まあ、巷の見解ではですよ、世界中のねジョン・フリークがね、たくさん考察をしているんですけど、その中で、まあ、おそらくみんな、意見が合っているっていうところが、下段の黒いペダル2つが分かんないって言ってたじゃないですか、言ってたんですけど、これ MXR のリバーブが2台、あるようですね。そして、一番写真で見ると右端ですかね、ここにモーガー・フーガーの、ローパスフィルターだろうと、いうものが隠れてます。そしてこのリバーブと、ローパスフィルターの間にあるこの銀色の箱、これがまだ分かんないんですよね。うん、これは1981のインベンションですかね、なんかラットみたいな、ペダルですかね、あれじゃないかみたいなことも言われてますけど、形的に、形とスイッチの位置とかで多分そうなんでしょうけど、いやでもここに歪みを置くかっていうねところがあるんで、僕はちょっと違うんじゃないかなとは思ってます。ここにね歪みをペダルが来ないだろうというところでね、まあ、わかんないけどね、こだわりが強い人なんでね、ジョンは。結構配線を長くして、ここまで持ってきているという可能性も捨てきれないのは捨てきれないけどね。ただ、ここに歪みはちょっと変な感じがするな、というのは、思いますね。で、ちょっとこの動画は短いんですけど、一瞬だけ見てほしいのが、これ。Z1 の、設定風景なんですよ。これもそのライブでの、まあ、一部の、ね、切り取りにはなるんですけど、これペダルいっぱい押してるんですよね。かなってちょっと想像はしてますけどね。あと実はですね、この画像見てほしいんですよ。動画かな、これさっきもちょっと言ったようなやつですけど、ヘイのソロを弾いているフルシアンテを横から撮っている動画ですね。でここの、足元を見てもらうと、ここにもう見覚えのある大きな歪みがありますよね。そうね、ビッグマフがここにいるんですよ、ちゃんと。なんかちょっと嬉しいですよね。やっぱ安定してそこにビッグマフはいるんだなと思ってね、ちょっと僕は嬉しかったですね、これ見た時ね。なんでエッセイの時の、並びとちょっと似てるかもしれないですね、この辺はね。DS2 を通った後に、ビッグマフだったり、マイクロアンプだったりを通ってるんじゃないかなっていうような、並びですよね。で、前回の動画ではあんまり触れなかったんですけど、WH10 をね、まあ、今回もフルシアンテを使っているんですけど、これが、V3 のモディファイされたペダルをね、使っているようなので、ただこのペダル、実は買えるみたいなんですよ。海外で、モディファイをしている、方がいらっしゃってね、そこのサイトで、買うことができるみたいなんで、一応リンク貼っておきます。ね、まあ、もし興味がある方はね、買ってみてもいいかもしれないですね。これ何が違うんでしょうね。なんか、多分 V1 の、ポットを使っていたりとか、ボリュームの、調整ができたりとかかな、になってるみたいですよ。どうやらね。はい。で、ここからは、ちょっとしたおまけコーナーみたいな感じになりますけど、この15、6年前の、まあ、フルシアンテが、バイバリでやってた SA 機ですよね、言ったらもう10年以上前の頃と今で違うものって言ったら、デジタル機器ですよね、とかあと SNS が、まあ、やっぱ全然違うんですよ、やっぱ10年前とは。なので公開されてしまう、こう画像もめちゃくちゃ鮮明なものもあったりとかして、それをやっぱネット上で見れてしまう、っていうところがあるので、より細かくね、昔のフルシアンテとは違って、もう雑誌でしか
雑誌でしか見れなかったじゃないですか、昔って。で、細かいつまみの位置なんて見れなかったんですけど、今回はね、お見せしようかなと思います。分かっている範囲でね。以前も紹介したこちらの写真、これの、要は詳細画像になってくるんですけど、こちらです。めっちゃ綺麗につまみの位置が見えますよね。まずこのバリアクファーズに関しては、ゲインがフルにしてたりとか、ボルトの何ボルトってこう決めるつまみがあるんですけど、そこはだいたいこうセンターと15ボルトの間ぐらいを取ってたりとか、鮮明に見えるんですよ。まあ SD1 の設定は、まあおそらくこれブースターっぽいですけど、まあゲインも上げてますけどね、ゲインもだいたい1時2時ぐらいまでは上げてて、ボリュームも結構上がってるっていうのと、あとちょっとトーンが下げ気味かなって思ったところですかね。とか、あとは面白いのはやっぱ DS2 ですよね。今までのフルテンじゃないっていうところ、なんでこんな設定にしてるんでしょうね。で、ちょっとね、見えづらいんですけど、ここに、ボスが2つ隠れてるんですよ。で、この隠れているボスに関しては、チューナーの TU3 とノイズサプレッサーですね、 NS2 が、隠れてます。ここで NS2 についてね、ちょっと話していこうかなと思います。NS2 はこうモードが2つあるんですよね。ペダルをこうオンにした時にノイズサプレッサーが効くっていうモードと、ペダルをオフにしている時でノイズサプレッサーが効くっていうところ、2つの設定があるみたいで、調べると海外のね、ギターマガジンみたいな雑誌があって、そこでジョンが語っているのが、ほぼほぼのピズミペダルを NS2 のループに入れているというようなね、話もあるようなので、NS2 のループに歪みペダル全部入れて、で、常時オンにしてるんじゃないかなっていうような感じがします。今までのジョンってノイズとかあんま気にしなかったような感じするんですけど、まあ、今回はね、多分オンにしたまま待機することがあるんじゃないかなと思うんですよね、その曲によっては。なので、こういう NS2 とかをね、使っているんじゃないかなと思うんで、だからおそらくあのでっかいボードの上段開けたところにも NS2 がもしかしたら、潜んでいるのかもしれないですね。別に押す必要はないので、常時オンの、設定にしていれば、別にね、こう足で操作する必要がないので、まあ、上段のボードの下にもしかしたら隠れてるのかなとはちょっと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと駆け足でね、行きましたけどね、まあ、ちょっと内容の濃い動画になってきたかなと思うんで、まあ、やっぱね、結局は、MXR がどんどん増えているというところですね。うん。で、さっきもちょっと話しましたけど、まあ、海外の、ギターマガジン のインタビューの中でね、MXR からペダルのね、提供があったということも言っているので、まあ、おそらくその影響で、いろんなペダルを試して、これ使おう、これ使おうで、どんどん増えていったんじゃないかなっていう感じがしますね。個人的に気になるのは、ダイナコンプをどこで使うのかなとか、すごくそこが気になるなとは思ってますけど、なんか今回のそのロサンゼルスでは結構 DD500 をね、踏んでる風景をよく見るんですよ。まあ、ディレイに関してはね。ジョンの音さえ、まあ、真似できればいいかなっていう僕みたいなスタンスの人だったら、まあ、慌てて MXR のね、ペダルを買い揃えなくてもいいかなとはちょっと今は思ってます。また6月に入って、ペダルのね、構成が変わる可能性も高いので、そのツアーが始まってからは。高いというか、まあ、あり得る話ではあるんで、まだ準備しなくてもいいのかなとは思ってますね。で、今のところ、まあ、ちょっとあんま言い方良くないかもしれないですけど、MXR くらいの、エフェクトだったら、M9 で大体代用できそうな感じはあるんで、ね、1個だって、1万弱ぐらいはするじゃないですか。それでも中古で買っても MXR のペダルって、それをね、いくつもいくつも揃えるんだったら M9 をね、買っといた方がある程度コピーはできるのかなとはちょっと思ってますね。 M9 おすすめです。で、そこでそのこのペダルにしか出せないんで、例えば MXR のリバーブにはモジュレーション機能っていうのがついてたりはするんですけど、まあ、そういうのがね、今後どんどん明確になってきたりとか、ディレイもこういうのディレイじゃないと雰囲気出ないみたいなのがあれば、どんどんね、僕も追加していきたいなとは思いますけどね。まあ、特にでもダイナコンプは持っとかないといけないかなとは思ってますけどね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、前回と引き続きになりますけど、だいたいこれでペダルの内容は出揃ったんじゃないですかね。ほぼ確定でしょう、これは。あとは銀色のペダルが何なのかがわかんないですね。なので、まあ、僕がね、今後やっていきたいのはまずストラトにバックパネルをつけるっていうところと、あとはですね、まあ、この2つのペダル、高騰する前に揃えましたんで、これの検証もね、ちょっとやっていきたいなと思います。特にこれでね、ほんと使ってんのかな、使ってないかもしれないんですよ。
使ってなくてもいいやと思って、ちょっとね、グランジっぽい音が出るんで、すごい、ね、ちょっと、キワモノ系のエフェクターですよ、どっちかというとね。すごい綺麗なね、キラキラした赤なんですよ、実は。これ、本当に使ってんのかな？わかんないんですけど。あとはこっちの、バリアトゥーファーズもね、ちょっとショート動画を出しましたけど、ちょっと検証というか、まあ、ちょっと細かい設定とかはまた今後、動画にして、出していけたらなと思います。はい、ということで、本日も最後まで見ていただいてありがとうございます。また次回もね、もしフルシアンテの、情報が更新されれば、また都度やっていきたいなと思いますので、まあ、ぜひまた、楽しみに待っていてください。それではご視聴ありがとうございました。